2024年6月、北海道は道内にある空港で航空燃料が不足しているとして安定供給を求める要望書を国交省に提出したことが報道されました。この唐突な報道に驚かれた方もいらっしゃったかと思います。コロナ禍からの回復に伴うインバウンド客が増加する一方、航空燃料の供給を受けることができず、国際線の増便や新規就航を見合わせる事態が発生しているとのこと。コロナ禍が明け、日本に就航する国際線はコロナ禍前の 95% まで回復。ところが、道内空港の国際線便数は燃料不足を受けてコロナ禍前の6割程度までしか回復していませんでした。なお、同様な要望書が北海道だけではなく他県からも出されていたことが判明。広島空港や熊本空港、成田空港でも燃料不足が発生していました。ちなみに、空港で燃料が不足したのは実は日本のみ、他国では問題になっていません。なぜこのような事態になってしまったのか。今回の飛行機のいろはは、空港で燃料不足が発生した背景を紹介していきます。この航空燃料の不足は様々な要因が組み合わさってできたものでした。まず一番初めに考えられるのは燃料の供給量の減少ですが、国際線向けのジェット燃料の供給量はすでにコロナ禍前と同水準になっています。なお以前から需要に応じて国産燃料とともに海外製の燃料の輸入が行われています。この国産および輸入燃料で供給量を確保しているので、供給量自体が減少しているということではなさそうです。次に空港で給油に携わる係員の人数についてですが、地方で若干減少していますが、コロナ禍前後で大きな変化はありません。もっともこのグラフは係員の人数のみで熟練度が考慮されていないので、以前と同じ仕事量を処理可能なのかは判断できないところには留意が必要ではあります。実は今回発生した空港の燃料不足は主に輸送の段階で起こっていることでした。空港へ航空燃料を運搬する手段はいろいろありますが、例えばタンクローリーで陸上運搬する方法、この方法は海から離れた内陸にある空港で多く見られます。例えば伊丹や新千歳、福岡空港などが該当します。次に内航タンカーで直接海上輸送する方法、海に面した位置にある空港では製油所などから直接内航タンカーで運搬することが多いです。羽田や関空などへ燃料が海上から運搬されます。そして成田空港のようにパイプラインを用いて燃料を運ぶもの、現在国内の空港では存在しませんが、貨物列車で空港まで航空燃料を運ぶ手段もありました。パイプラインを使用している成田空港にしても、出発点の千葉港までは内航タンカーで運搬が行われているので、いずれにしても航空燃料運搬には内航タンカーやタンクローリーが必要不可欠です。そしてこれらトラックの乗務員や船員の高齢化、人員の減少などが問題となっており、さらに働き方改革の影響で労働時間管理が厳格化された結果、燃料を運搬する人たちの不足が顕著な状況です。このように勤務管理の厳格化によるいわゆる物流の2024年問題が燃料不足の一つと言われています。次の問題として航空燃料を運搬するタンカーが不足していることが挙げられます。航空燃料の主な輸送手段であるタンクローリーとタンカーですが、効率性はタンカーがはるかに優れます。例えば街中で見かけるタンクローリーはおおむね20キロリットル前後の燃料を運べるものが多いですが、それはボーイング737-800を1機分満タンにするには足りない量です。一方タンカーは約200機分の燃料を運搬可能。
運航に必要な人数は増えますが、それでも内航タンカーは長距離の輸送には適しています。ところが国内の石油業界では製油所の統廃合が進み、製油所自体の数が減少傾向。そのため石油製品の運搬もさらなる長距離輸送が必要になります。その結果タンカーの運航に余裕がない状況になりました。なお北海道では唯一道内に存在する大手石油メーカーの製油所、出光興産北海道製油所が苫小牧にありますが、2024年7月から9月の期間停止期間となり操業が停止。その間北海道内への石油製品は本州などの他の地域から輸送しなければならず、内航タンカー自体の需要が余計に逼迫してしまいました。ちなみに余談ですが、停修とは工場プラントで数年おきに行う大規模な定期修理のこと。数ヶ月間操業を停止して機械や設備の修理メンテナンスを行います。この期間は全国から職人や作業員が集まるため、近隣地域では通勤時間帯に交通渋滞が激しくなるなどのデメリットもありますが、ホテルや商店、飲食店などの売り上げが増えるなど地域経済に大きな影響を与えるほどのものです。また現在石油製品の輸送船は荷主ごとに系列化が行われていて、例えばエネオス系列の船はエネオス製品、出光は出光、コスモはコスモ製品を運搬するようになりました。それに伴いタンカーの数は減少する一方、船が大型化することで配送の効率化と燃料輸送量の確保を行ってきました。一方系列を超えて製品を運搬するフリー船がかつては存在しましたが、これがなくなったことで石油製品の柔軟な運搬ができなくなったこともタンカー不足の一因となっています。日本の航空会社と海外の航空会社の召喚集の違いがネックとなる場合もあります。石油元売り企業は基本的に年間で需要予測を立て燃料供給体制を組んでいることがあだとなりました。国内の航空会社は半年から1年前には大まかな運航予定を組み、石油元売りと調整を行います。ところが海外の航空会社は就航予定日の2から3ヶ月前に運航を決定するケースもあるそうです。その場合タンカーやタンクローリーなどの手配がつかず燃料の供給ができないことがあります。そのため海外の航空会社には1年前に燃料の需要予測を石油元売りへ提出することを要請しましたが、これは日本の固有の問題であり1年前の燃料需要予測の提出は困難だと拒まれています。2024年7月には国交省と経産省が共同で航空燃料不足に対する行動計画タスクフォースを発表。空港の燃料不足に対する今後の対策を国や関係業界関連事業者の行動計画として打ち出しましたので見ていきます。短期的には商社経由で燃料を輸入するなど供給力の確保を目指します。予備のタンクローリーの活用や海外航路で運航される外航線を内航線へ転用など輸送力の強化が主なものとなります。そして長期的には既存の石油タンクを航空燃料タンクへ転用したり、空港にある燃料タンクの増設を行い備蓄量を増やします。通常空港には向こう7日分程度の燃料を保管可能なようにタンクが設置されています。これを増設しさらに多くの燃料を貯蔵可能にすること、タンクローリーの確保、タンカーの大型化、またそれらに関わる人員の確保、老朽化した荷役設備の更新等が計画されています。タンクの増設などのハード面の増強はともかく、人口減社会となっている日本で人員の確保は困難が伴う可能性がありますが、これを見越した対応がさらに必要になるかもしれません。少なくとも海に面していない国内の空港としては最も燃料給油量の大きい新千歳空港は苫小牧の港あたりから
燃料用のパイプラインを引いても良さそうだと個人的には思いますが、皆さんはいかがお感じでしょうか。ご視聴ありがとうございました。